演説の終盤、オバマ大統領が強調した環境に優しい車作り。The United States of America will lead the world in building the next generation of clean cars. GM は今この分野に生き残りをかけている。1月に行われたモーターショー、 GM が大々的に宣伝をかけたのがエコカー、ボルトだった。 The one that will actually power the Chevy Volt。この電池で走る電気自動車、オバマ大統領が求めている次世代車だ。しかし今月、大学のある研究結果が話題となった。発表したのはアメリカ屈指の工科大学の准教授。 But with large capacity plug-in vehicles, the cost of those batteries are much higher, and it's more difficult to make that cost up in fuel savings。ライバルトヨタのハイブリッド車プリウスと比べてコストパフォーマンスが悪いというのだ。 Overall cost is higher for a large capacity plug-in now. 生き残り策の切り札となるボルト。しかしこの研究結果は GM の再建計画に影響を与える可能性もある。さらにオバマ政権の要請で30日に辞任したワゴナー前会長が退職手当を受け取る可能性があるという。その額およそ20億円。さらなる反発の火種となりそうだ。一方、クライスラーに対しては、そして2社が今回の条件を守れなければ、That may mean using our bankruptcy code as a mechanism to help them restructure quickly and emerge stronger. 破産法は日本の民事再生法に相当。事業を続けながら再建を目指すものだ。I'm confident we can make that happen, but we've got a lot of work to do. Thank you. オバマ大統領が与えた猶予。自動車業界は応えることができるのだろうか。日本の自動車メーカーも一言ではないんですよね。トヨタ自動車は GM と、日産自動車はクライスラーとそれぞれ提携していますからね。まあ、いずれもアメリカ側の再建がどういうふうに進むかによって、はい、生産や販売などあらゆるところで影響があるかもしれません。うん。